先ほどプーチン大統領と日露首脳会談を行いました。その中で通訳以外私と大統領だけで平和条約締結問題について相当突っ込んだ議論を行いました。2年前の長門での日露首脳会談以降、新しいアプローチで問題を解決するとの方針のもと、元島民の皆さんの航空機によるお墓参り、そして共同経済活動の実践に向けた現地調査の実施など、北方四島における日露のこれまでにない協力が実践しています。この信頼の積み重ねの上に、領土問題を解決をして、平和条約を締結する。この戦後70年以上残されてきた課題を、次の世代に先送りすることなく、私とプーチン大統領の手で必ずや終止符を打つという、その強い意思を大統領と完全に共有いたしました。そして1956年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる、本日そのことでプーチン大統領と合意いたしました。来年の G20 においてプーチン大統領をお迎えいたしますが、その前に年明けにも私がロシアを訪問して日露首脳会談を行います。今回の合意の上に、私とプーチン大統領のリーダーシップの下、戦後残されてきた懸案、平和条約交渉を仕上げていく決意であります。ありがとうございます。